高浜市焼物の里河原美術館は愛知県高浜市青木町9丁目6番地18にある公立美術館。高浜市は三州河原などの洋行が盛んであり、河原をテーマとしている。河原を主題とする日本唯一の美術館であり、国際的にも珍しいとされる。1995年10月7日に開館した。通称は河原美術館。 高浜市は日本三大河原の一つである三州河原の主産地である。1988年に焼き物の里構想について住民から陳情を受けたことで高浜市は河原をテーマとする美術館の建設を計画し、1995年10月7日に高浜市焼き物の里河原美術館が開館した。初代館長は考古学者の稲垣シニア。 1996年2月27日には博物館法における登録博物館となった。1996年には第4回愛知町並み建築賞を受賞した。新世紀エヴァンゲリオンのキャラクターデザインで知られるアニメーターの定本企業は漫画家の高は誠結婚して高浜市に居住している。2002年には河原美術館で 新世紀エヴァンゲリオンのクリエイター定本企業の仕事展が開催された。2005年4月1日には、考古学者の井口義春が、館長に就任した。2008年10月1日には指定管理者制度を導入し、野村工芸社 NTT ファシリティーズ美術館、運営協同事業体が、指定管理者となった。二千十六年十二月一日には、 会館からのノベライ館者数が100万人を達成した。2018年4月1日には野村工芸者の若松文人が館長に就任した。2018年以降には歌人の萩原新一郎による歌集滑走路が異例のヒットを記録したが、2019年1月27日には思想家の教唱中を講師,講師とする講演会を主催するなど、 文学に関するイベントも行っている。建物の設計は、内井肖像建築設計事務所。かつてはすぐ近くの木浦湾から瓦を日本各地に運搬しており、山州瓦を運んだ戦国船をイメージしてデザインされている。六郎屋手ビネリで作刀体験を行う陶芸創作室があり、定期的に陶芸教室が開催されている。ホールスタジオ、会議室もある。 家庭フランス料理のレストラン、オミーを併設している。河原美術館の入り口前には、私有のシャチがあり、日本で一番大きなシャチ河原とされる。河原美術館の北側には、森以前公園があり、河原製の魚や亀の彫刻、あるいは鬼河原などを用いて、海の風景を表現した河原庭がある。森前公園には、塩焼き画赤用や復元されたダルマ用があり、赤用は、 高浜市指定有形文化財に指定されている。河原美術館や森前公園は1996年以降に整備された散策路である山州高浜木道に含まれている。常設展示は河原そのものやその歴史が主体であり、山州河原に限らず広く河原文化全体が外観できる展示がなされている。7世紀の日本で製造された白鳳文化器の河原や、 紀元前11世紀の中国で製造されたアジア最古の瓦なども所蔵している。年4回の頻度で企画展が開催されており、瓦ではなく陶芸、写真、絵本の原画などをテーマにした企画展も開催されている。ありがとうございます。